ないなぁ。モリスさん、ここで待っといて。確かこの辺に明かりをつけるボタンが。なぜ私がこのようなことを。何の音だ。誰だ、助けてくれ。逃げられるとでも、モリス。人違いだ。私じゃない。私が殺したのではない。知ってるか、エリサは死ぬ前貴様のようにうろたえなかった。床下の子供が見つからぬよう貴様の雇った殺し屋に最後まで抵抗した。これはエリサのペンダントだ。中には二人の写真がある。忘れてはいないよな。貴様が送ったものだ。ありえん。これは偽物だ。あれは貴様の雇った殺し屋が処分したはずだと。本当に彼女を愛したことがなかったのか。なぜ彼女を殺そうと思った。待て、落ち着け。私はエリサに大金まで渡して秘密にするよう忠告したのだ。なのにまさか子を産むとは。事態はすぐ隠しようがなくなった。私もああするしかなかったのだ。待て、この通りだ。何が欲しい。金ならいくらでも渡そう。その金を持って地獄で懺悔するといい。フォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズ、貴様をエリサ殺害の罪で逮捕する。同じく貴様もだ。道具係ベロニカ、それとも二人目の従士と呼ぶべきか。